ゴールデンウィークを前に混雑する成田空港。私が同行取材する男性は被爆者であると同時に特攻兵の生き残りでした。今日はカメラマンですか。そうですね、もうこのままずっとニューヨーク行っても。ああ、なるほど。土屋啓二さん、86歳。核軍縮会議が開かれるニューヨークで被爆体験を語ります。体を気遣う家族の反対を押し切っての旅です。黙祷を捧げたいと思います。ご起立できる方はご起立ください。難しい方は座っていただいても結構ですので。土屋啓二と申しまして、17歳の兵隊特攻兵の地球という名の兵です。その時に死体処理をしました。これたび頑張ろうと思います。どうぞよろしくお願いします。40万円の旅費は自分で払いました。物静かな土屋さんをそこまで駆り立てるのは何か。学院が亡くなって初めてね、あの人たちの死は意味を持ったものになる。だから私は向こう行ったらそういうことを言いながら、私自身無駄にしたくないということを言いたかったんです。でもね、まあその願いは叶いませんけれど、皆さんがですね、向こうへ行って元気に活躍していただいて、やっぱり核をなくさなき核兵器をなくさなければ被爆者は生きてきた意味がないということを伝えてほしいんです、ね、気をつけて。健康大事ですからね、それを気をつけて行ってみてください。頑張りましょう。被爆特攻兵の8日間の旅です。これですね、船体が。5メーター60センチあったんですね、乗っておったのが。で、幅が1メーター80センチ。これが爆雷ですね。で、ここにトヨタエンジンをこう乗せてましたね。で、ここに今座って操縦しとったの、これ天波がここにありますね。なるほど。懐かしいいうか、本当に。70年前、土屋さんは水上特攻隊に所属していました。太平洋戦争末期、通称マルレと呼ばれたこのボートに乗り込み、敵艦に突っ込んで多くの若者が命を落としました。部隊の存在は長く明らかにされていませんでした。こんなちっぽけだなと思いましたね。これでぶつかっていくんかなというの、なんかこう華奢すぎましたね。17歳のね、本当に少年ですから、まあ精一杯のことを一つやって、そして最後はまあ国のためにもう死んでいこうというようなことを覚悟しておりましたから。8月6日、17歳の土屋さんは救助のため江田島から広島に向かいます。そして無数の命が奪われる様を目にしたのです。成
成田からニューヨークまで12時間余りかかります。土屋さんは到着してから2日間体を休めました。土屋さん、日記は随分長く書かれてるんですか？はい、もう何十年言うてね、日記帳に書いておりますね。あ、同室になった男性とは初対面です。これ、まあ、さっきね、土屋さん見せたんだけど、私ね、あの広島で両親と兄二人を広島の原爆で亡くしてるんです、でこれをだから生き残った姉と二人、原爆孤児として育ちました。母親がみたいなのしてくれたんですよ。確かに、でももう77になるわけだから、もう行くなと、ね、そんな言ったってね。だからまあ姉 はそのね、私の体のことを思ってくれてるんだと思うんですよ。だからもう別にね、あんた一人が言ったって国連で何本言ったってね、そんなね、あの核兵器がなくなるわけないんだからって言うんだけど、やっぱり私は思いがあるしね、やっぱりまあ一応ね、まあ行けるというそういうね気持ちもあるからね、だからまあ行こうとね。だから姉の反対を押し切ってるようなもんでね。だけどもう、 To support the Labour government only。ニューヨークには世界各地の平和団体が集結しました。土屋さんたち被爆者は最前列に席が用意されました。目抜き通りの行進、距離はおよそ3キロあります。年老いた被爆者にはかなりの負担です。おい、前は早いぞ。もうちょっとゆっくり歩け。早いぞ。5年ぶりのデモの参加者は前回より2000人減りました。市民の関心も高くありません。土屋さんの顔に笑顔が浮かびました。かつて被爆証言のビデオ作りに協力した大学の教員に再会したのです。光栄です。わざわざこの遠いところまで来て、まだ活動してるというのがすごく偉いと思いますけど。いや、土屋さん、もうちょっと今回ばかりはちょっと心配で、ミシェルさんずっとついててくださる。国連本部では5年に一度の NPT 核拡散防止条約の再検討会議が始まりました。核兵器を持つ国をこれ以上増やさず、核兵器の数を減らそうというものですが、実際にはインドやパキスタンなど核保有国は増えました。そしてアメリカとロシアは会議初日から相手を批判しました。そんな会議の会場で被爆者たちが証言活動を始めました。家という家、まあ、私の家もそうですけど、なぎ倒され、あちこちで火の手が上がります。長旅、そしてデモ行進。86歳の土屋さんは早くも疲れた様子でした。ついは血圧が200になってね。で、全然睡眠不足ですから、目がね赤くなってね。で、夕べも医師に見てもらって、これちょっと下がってましたけどね、血圧は。順番が来た土屋さん、表情が引き締まりました。この本は土屋先生が書かれた本です。はい、証言をされる際に隣でこれを見せながら証言をしていただくようにしようと思ってます。
文章だけでなく絵も描きました。土屋啓司と申します。核廃絶を訴えに米国へ4回目になりますが、今から70年前、私は17歳の水上特攻隊の兵士で、広島県の江田島におりました。その時に70年前、土屋さんが水上特攻の訓練をしていた江田島市河野浦です。この畑になっているところが全部兵舎ですよ、はい、なんか向こうは練兵場がありました。あの日、いつものように気象ラッパで目を覚ましました。食事の当番だったんですよ。8月6日はね、昭和20年ですけどね、小隊長殿の用事、食事を持ってまいりましたって言って、こう捧げつつをしてね、そして行ってる時にピカーッとこう来てるんですよ。目の前がもう真っ白です。それで小一坪がちょっと倒れたのは覚えておりますけど、そのまま呆然としてる時に、こう13キロ離れてますから、30秒ぐらいですかね、してドッカーンで兵舎がブワーッと揺れまして、でガラスが落ちたりしましたがね、でなんちゃろうかな思うて呆然としてる時に退避退避って、でその食何をお盆をそこに置いてとっとっとっとその防空壕を目指してね、走ってる時に見たこの広島の沖にですね、ものすごい原子雲が上がっておったんですよ。ダイハツという大きな、上陸予習艇の木造船がありますが、それに我々兵隊は全部乗りましてね、全部いても大体5、60人乗ります。それに乗って土屋さんは救援のため宇品港に向かいます。午後2時頃だったと思います。もうその時はもう真っ昼な ないうのにどんよりと曇ってね、そしてカーッとなんかこう臭いいうか焼けた匂いでっていうんですかね、もう見れば瓦礫の山ですから道らしいものがわからないんですね。それを私たちが道を作っていきました。目にしたのは地獄絵図でした。どんどんパチパチと燃え続けている火の中から、助けてと叫ぶ人を私たち兵隊は一人ずつ引きずり出しては担架に乗せ、広場にずらりと並べました。全身大やけどをして動くこともできず、内臓まで焼きついてたまらなく喉が渇くのでしょう。兵隊さん、水をください、死んでもいいから水をくださいと断末魔の悲鳴を上げている人に水筒の水をあげると、一瞬顔が和らぎましたが、しばらくして亡くなられました。夜明けの冷え込みで誰一人として、水をください、兵隊さん、死んでもいいから水をください、断末魔の悲鳴がの叫びがあちこちから聞こえまして、水筒の水を傾けますと瞬間頬の筋肉が和らぎますが、ことじとしてすぐ亡くなられました。朝方の冷え込みで誰一人として生きる人がおらず。この日、日本のメディアは会議が始まったことを一斉に報じました。しかし現地の有力紙で
会議の開会に触れたところは一切なく、私は愕然としました。証言活動を続ける土屋さん、あの日の記憶が一層蘇ってきます。ピカドンの殺人光線によって全身に大やけどを負った人たちは、熱くてたまらず、その焼けついた体を冷やすため太田川に飛び込みました。その瞬間に即死したと思われる人がいっぱいいて、川はその人たちの死体であふれていました。よく見ると、男の人はうつむいて、女の人は仰向いて流れていました。私たち兵隊はずぶ濡れになりながら、その人たちを担架に乗せて担ぎ、陸で山と積んだ木の上にごろりと寝かせ、重油をかけて燃やしました。火が燃え出したら、私たちはその死人に対して冥福を祈る敬礼をし、再び川の中へジャブジャブと入って行き、日に60体くらいダビに伏しました。そしてね、夜になりますと、私どこで寝たかわからないけど、疲れ切った体をゴローンと寝転まして、そしてキョロキョロキョロ見るとね、あっちでもこっちでもダビに伏してる、焼いてる。その死体から出る骨の中にあるリンがシュッ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 燃えてるんですね。そのリンもね、なぜか寂しそうでしたね。それからね、これは太田川の会議のため集まった海外の人たちに直接伝えたい土屋さんの思いはなかなか叶いません。やっぱり外国人の方の前でスピーチされたいですか。そうね、難しいね。外国人の方の多くはNPT の会議の傍聴に来られてて、で、まあ、だからあまり、なんだろう、時間があったら来るよっていうふうにはさっきおっしゃられてましたけど、そこまで興味を示してくれていないのかなっていうふうにさっきの。結局聞いてくれたのは日本から来た平和団体の人たちでした。旅も終わりに近づいた頃、ようやく思いが叶います。高校生どうですか。理解はね、できると思います。私は、じゃあ3階に行きましょう。高校生たちと同じ17歳の時、土屋さんは日々水上特攻の訓練を受けていました。明日をも知れぬ命。水上特攻では1600人以上の若者が戦死しました。悲劇を繰り返してはならないという思いが強くありました。はっきり言って私は本当に やりやがったなというか、本当にまあ苦しい感じですね。旅も終わりに近づいた頃、土屋さんは現地の高校生に証言する機会を得ました。私は17歳の兵士で江田島にいた時に原爆が広島に落ちました。70 years ago, when I was 17 years old and served as a soldier. 下痢が続き、鼻血が出たり、また歯茎から血が出たり、髪の毛が抜け落ちました。被爆直後の広島に入り、大量の放射線を浴びた土屋さんは急性障害に苦しみ、その後結腸がんを患いました。皆さん頑張りましょう。
予期せぬ質問が突きつけられました。原爆が投下されたときに皆さんなりご家族のアメリカに対する感情というのはどういうものですか？はっきり言って私は本当に やりやがったなというか、本当にまあ苦しい感じですね。 Honestly, I thought you did it. That's the his feeling against America. Because they are fighting, you know. その後はどうですか？その後はもうこれはもうとにかく私も4回行きましたけども、本当にこの原爆は瞬時にして何千何万という指導を殺すわけですから、だから皆さんの力で一つこれは阻止していただきたいという。 So I want you to So what are the general opinions today on the atomic bombings in Japan? In Japan. 今日本での原爆に対する一般的な世論というのはどういうものですか？日本人の間の捉え方ですけども、広島と長崎についての理解は基本的にあると思っています。そういう意味では日本人の思いとしてこの広島長崎の体験を大事にしたいというのは一般的にあると言っていいと思っております。 So in general, the Japanese people consider that 若者は何を知りたかったのでしょうか？土屋さんの被爆証言を聞いて、原爆投下が本当に正しかったのか、疑問を抱いたのかもしれません。はっきり言って、原爆は落としてよかったんだという教育をどんどん受けていると思う。だけども、我々としてはそうじゃないんだということを、ね、言いたいですね。だからこれからですよ、勝負はね。土屋さんは手応えを感じました。しかし気持ちを暗くする出来事が起きます。 These enhanced legislative foundations should make the cooperation between the US military and Japan's self-defense forces ever stronger。 土屋さんたち被爆者が奔走していた頃、安倍総理は同じアメリカでより踏み込んだ安全保障政策を約束したのです。さらに NPT 再検討会議は、核を持つ国と持たない国の考えが真っ向から対立します。核軍縮に向けた方針すら示せず、その後幕を閉じるのです。 This persisting divergence of expectations means that it would be impossible for any single consensual document to possibly meet the highest aspirations of all parties. 飛行機乗るからね、今日無事に帰るから心配せんでいいから、分かった？はい、ほいじゃよろしくみんなに。ほいじゃ、はい、さよなら。ありがとうございました。我々がいい年をしてからアメリカまで来て、そしてアメリカの人に精一杯ね、原爆の恐ろしさを伝えたわけだけどね、それがどうこうそうして初めて我々は役に立ったという安堵がの気持ちが起こるんだろうけどな。何のために我々はこのアメリカまで来て、訴えに来たかということをね、これを本当に十分に政治の力でそうしましょうと応答してほしいな。しょうがないですね。日本の国内で頑張る以外ないな。
この後、日本に戻った土屋さんは早速中学校での被爆証言に参加することを決めました。土屋さんの希望は消えることはありません。私の耳の奥から兵隊さん水をくださいというね、その死の苦しみっていうか、その人たちの 声っていうか、これが今もあるんですよ。その人たちの苦しみというのが救われるのはいつだろうかなと思ってね。